はい、リフト。リキ、リキ選手です。石原選手、石原選手、おめでとうございます。エースの力見せつけましたね。そうですね。まあ、なんとか本当にホームで勝ちたかったので、出てくるの見えて、今日のヒーローです。うまく落ち着いて、ワンゴールワンアシストが上条選手に持ってかれました。1点目のゴールの前にはゴールだと思われたシーンもありました。見せつけましたね。まあ、そうですね、前日もいい感じで勝ててたので、はい、まあ、なんとか本当にホームで勝ちたかったので、まあ、まあ、自信を持って蹴った結果がゴールにつながったので。代表のボールの方が難しいそうだけど、相手触ってるし、あのオマーンの、オマーンの時続けられれば、ね、ああ、そうですね、確かに回ってみこう立ちながら出たから山に行こうみたいな感じだったから、山に出そうと思ったけど、あ、突っ込んでくるから分かると思った。でも、山に出したって、スタジアムを回りますが、はい、一周を避けるため、ご自身のお席に入るため、ご自身のお席に選手をお迎えいただきますよ。ここで写真撮りたい。確かに。みんな、確かに。ここで一回ストップ、ストップ。デューク。いいですね。バッチリです。ありがとうございます。とりあえずホームで勝ててよかった、まあ、皆さんにいつもホームでも、まあ、アウェーでもダゾーンでも見てくださってる皆さんに勝利を届けていけることができてよかったです。初ゴール嬉しいです、嬉しいですけど、ヒーローを佐々木に持ってかれて悔しいです。次も決めます。はい、そうですね、フルス相手に200試合達成できたんで、まあ、良かったです、嬉しかったです。はい、手は大丈夫です。ここから期待します。はい、頑張ります。嬉しい、まあ、とても嬉しいね。この試合本当に勝ちたいの気持ちいっぱいあるね。本当に嬉しかった、うん、ありがとうございます。はい、Thank you.